お疲れ様さらです。今日はこちらコガちゃんやっていきます。ってことでコガツでね、展開じゃなくてなんだ、冷凍3000いきました。ちょっと3000からさっき落ちちゃったんですけど、まあなんかずっとギャング型で、はい、やりました。ギャング型でやって、まあ 2,3 戦しかウッド型使ってないんですけど、まあ、ウッド型もねちょっと強いよという感じで、まあウッド型でやります。今日はまあギャングだとペッカとかね、あとはまあラバとかバルーンとかその辺に強くなる。でウッドだとまあその枯渇対決とか相手のなんかもじゃもじゃ系のデッキとか、まあそういうのに戦いやすいのかなと思います。まあ正直どっちだっていいかなというわけで、まあ好みでね、はい、使いやすい方を試してもらえればなと思います。いきましょう。さあよろしく。まあ回転は早いので結構ガンガンね攻めます。1倍タイムで終わらしたいぐらいには行きたいけどね。いやークロスじゃね、これ行っていいっすよね。あーアイスイズのクロスはなえるよね。うえすんごちょ待ってそんなことある。トルネね、うわめっちゃいい。え、なんでスケだけで許容したんだろう。ウッドないのかな。あさすがにスキルで耐えれるかな。え、3300までさ削れてんのちょっと美味しいな。これさ読まれないよね。まあトルネもあるんで一応手前にして一発？一発が欲しいのよ僕は。あー微妙な SP になっちゃったな。いやー防衛クロスからのロケ削りハゲるっすよね正直。ぶっちゃけ左でもいいから削っときたいんだよ。左でもいいです。でこれ攻めたらさ、まあ、俺もクロスの受けないんですけど相手もだるくない。またあの変なトルネ来るかな。来そう。危ねえけど最強がいる。うまいねそのスケは。いやー防衛クロスチャキられそうだけどな。チャキれないのかな。やだ一回目に言って嫌すぎるんだけど、重りすぎるよな。えぐつまんなそうだな、そのデッキ。つまんなそうだなおい。裏でもよかったから。
や暑いな。え、買っとく？つまんなそうだな、そのデッキ。よし。うわぁ、でかっ。なんで買ったんだろうな。いや、なんで買ったんだろうな。ボムクロス2個だって、テスラも植えられて。まあでも、こんなのにも勝てちゃうのがね。さあ、この枯渇なんですよ、と。もうめっちゃきついけどね。あれか、進化バレルのデコイバレルがさ、刺さってたな。この人はね、トルネーボンバーの、タルババはないけど、みたいな、チェーンスケだね。ギャングちょっと欲しい気もするが、進化ボンがね、相手ずっと狙ってると思うんで、それだけ。こういうことね。いや、これボンバーの、うわーね、うわ最悪だ今の。分かってはいたんだよね、分かってはいたんだから飛ばさなきゃよかったんですよね。いやー、まあよかった生きて、本当にタワーなくなってもおかしくない今の。いやマジで、右左攻め、って感じだな。8万プレインでリンと探してからの本命を右にしよう。こうボンバー歩いてきてくれるかな。この角度じゃさ、キング起動できないんかな。教えて先生。よし、いやー、まあでかいけど全然負けるよね。ゴブリンしたいんでね。やば、それ強っ。あ、でも金儀してるんや俺。熱っ。まあ言ってもねえだるもんね。ボンバーもさ、なかなか冴えてくれないんで、やだ。お前でめっちゃ控えめじゃない、立ち回り。そんなもんな。やべえ、ポイズン削りで勝とうとしてきてる。マジでそれで負けんのな。やばい。いや、これさ。でタルバブとかないんだよな。なのになんでこんなきついんだろう。これか、熱いな、ここ。勘弁してほしい。なにこれ、なんで俺さ、キャラに近起動して負けそうな。意味ないやん。じゃってならん、なるよね。
バンバーの位置良すぎじゃねえかよ。え？なんか絶対勝てない気がしてきたよね。なんかさ、そんなデッキばっかだな。本当に一生守ってるやん。何これ、もっとさあるやん。これまあ大砲の先置きがね強すぎちゃうんだよなっていうお話をねしたいよ。大砲の強先置きが強すぎるがゆえに、なんかこれが成り立っちゃってるよ。まあ俺がロケットあればまた話は変わったけど、ロケット打ってもなんかゴブシュー進化版取るねードリームみたいなのもあんのか。え、めっちゃ強そうだな。遅延スキャラっぽいね。なんかまあこんなデッキばっかっすね。トルネウッドで守りまくる、ウッドで守ってロケ打つ、こんなんばっかなんだよな。でもこんな中でも枯渇戦えるんでね、ちょっと楽しいんすよね。まあ長い間大砲はぶっ壊れで悪いよな、どんだけ強いねんって言って。でまあ今シーズンね、そのゴブリンシュタインが増えて本性を表したって感じね。圧着色服か。いやこれなんか流れが良くないな。全然戦えますこのマッチは。アーチャークイーンの処理をプリンセスとキアとかでやりたいよね。なんか右側がなんか出したっけ。怪物？いや違うの。あれ、ちょっと待って、吹き矢かな。右側、あれ、プリンセスか。いやわかんねえな、なんか削れてんな。まあどうせデリバリー構えてるだろうな。なんか最悪だな、出さなきゃよかった。じゃあ強いよなそれ。あー、やっぱ入ってる。
うまい、その大砲。うまい人がよくするやつよ。あ、でかっ、左が本命みたいなね。あっつ、ちょ、マジでさ、何も喋れなくてごめんね。うん、ここだ。ミラー対決かもしんない。まあ、対ロイホグはね、正直、プリンセスとフキアでアーチャークイーンを毎回こう逆サイド、アーチャークイーンの逆サイドにプリンセスとフキア出して、なんかちょっかいかけとくと、意外と相性悪くないみたいなとこあります。僕だった。ホグね、一コス。よし、あんま攻めると良くなかったり。うわ、禁忌して。やべやべ、なんかいった。ロケット誌ってさ、ホグライダーって同じぐらいの火力あんだな。勘弁してほしいな。うわ、めっちゃよかったの。なんかネタだったな。さっきの試合で満足しちゃったか。よくないね今の。じゃあロケホが、いや、良すぎるそのスキ。まあ、大砲アイスピーでホグのルート強制で耐えるとかかなって思ったけど、普通にホグクエイクだるいね。で、大砲を割いたらこいつが止まんないよねって話ね。ずるいやん。大体ロケットを茂ると。ずるやん。勘弁してよ。これ勝てんのかな。嘘みたいな。絶対勝てないやん。勘弁してよ。本当に。いやー、まあこいつはうまいみたいなのがあるからな。正直ウッドがあるのはマストみたいな感じではあるな。上まで行くと、その中でいかにバレルを通すかね。おー、珍しいテスロド。トルネないよな。
やこれ逆サフキャー、ガチャ食いっていうかあれがいるんでやめるか、テスラがいるんで。おいしくね、いやいい、デリバリーが若くない。いやこれテスラならさちょっと美味しいっすね。大砲の方がだるい気もするけど、圧着イロフグね、圧着イロフグはね立ち回りを皆さん覚えたら勝てます。余裕があれば8枚プリンね。で吹き矢とかはちょっと残しとくとか、アーチャークイーンの逆サイドしたい。でも8枚吹き矢アイスとかもちょっと強かったりしますよ。何言ってんだってなるか、やべ暇すぎたんだよ。暇だったらいいでしょ。アイスピで許容して、まあ8枚プリンからだっていいな。ゴブリンシュタインはまあ着衣抜けとか、まあこういうのは出していいかもね。きつそうじゃね。ゲスキル打って1コストデリバリーをしばいて勝てそうウッド裂いて8枚吹き矢にしよう。バレルだとさデコイバレルがさ無駄になっちゃうんだよな。なんか相性良さそうに見えるよね。てか相性いいんだよね多分ね。これさもう左にさあれ出せばいいんですよ。こんなテスラがそっちあんだから、まあ、吹き矢が右に流れた時に、まあこれか、こういうのですね。圧着用ちょっかいかけるプリンや吹き矢、この逆サイ大事でちょっかいかけながら、あれウッドサイド相手延命します。これ大事ね。どんどん飛ばして、めっちゃ余裕で勝てそうだな。コディゴだし、この端前行くだけであるんですけど、まあ左になっちゃうんで、この端前プリンがいいですよ。何もしないのがやっぱりこのゲーム良くないんでねちょっかいかけるの大事なんですよね。こうやってなんか意外と止まっちゃうね、良くないね。あんまりやんないケツプリンとかね。マジ暇すぎてさ微妙なことしてんだよな。皆さんこういうプレイはしないようにしてください。あの位置のさなんかテスラ嫌だね。どうせデリ構えてるやん。ワンチャン掴みに来てる。うまいね。いやさすがにねコディゴだもんな、うめえな。海外猛者です。まあ2分の2ね、アーチャークイーンプラスローフグのこのデリバリーウッドに勝てんなら相性がいいんだろうっていう話ね。いいね、こういうマッチの中でさ。わあこの人はスパーキーだね。ザップだけのデッキとかね、汚
たら嬉しいんですけど、まあほぼいないんですけど来ました。この相手です。レイジザップスパーキーとかかな。ラガーガルしょっぱいよね、だいぶ。ダガーはマジ枯渇のためだけにいるもんな。やべえ、これカンパール危ね。止まってくれるかな。いた、嘘や。ゴブジェイスパーキーか。いや全然ね、相性は悪くないと思うんですけど、ダガーが悪い。デッキ的なマッチはね全然嬉しいけど、ダガーが悪い。いやめんどくさいよね。いやだからスパーキー止まんねえかもない。 LSP とかねえもんな。アイスピか。レイジザップで一応全てが滅びます。俺うまいなそれ。怖え。いやーこれはね結構3倍タイムが見えます。相手もね丁寧なプレーなんで、お互い削れなくての。3倍タイムまでが、3倍タイムが怖い。3倍タイムでも俺も強いんだけどな。いやーこれ逆サイ攻めたところでだよな。いやーこれやべえ、これよくねえかもな。絶対止まんないな。止まったけどきつね。エレキか。まあ普通にデッキとしての相性はいいんだよな。怖え。いやこれは熱い。これでさダガー寝たところを、あも寝てるやん。なんかすごい、なんかすごいな、なんか大砲が散らかってんな。なんだこれ、散らかりまくってんの、剥ぎ散らかしてる。最後のねワンチャンチンパンドリームね。うわー幸せ相性だな俺。神相性でした。うわーでけー。いやもうこんなのさいないんだよな。もうレア中のレア、美味しすぎるもん。あでもきれいに飛んじゃった。レイジザップか、美味しいね。なんかユニットいっぱい配置して大砲もいっぱい置いて、いやほんとにザップをね
久々に見たね。ヤナアメザップとかはわかるけどね。ナイス。おいサンディ、いやトロ高えぞ。おいサンドボックスはね、何使ってんだろうな。ヤナアメわかんないな。迫撃か、いやペッカゴブじゃいいっすね。ペッカゴブジャイアナメレイジかな。なんかいるけど、いるけどね。みたいなデッキだよな。もうね、相手のデッキ知ってるからこそ攻めます。でこれ1倍タイムで本当にねタワー折るぐらいっていうか折っとかないと負けます。なんかねペッカゴブジャイヤナハムレイジ形組まれて、ま、終わっちゃうんだよね。いやー許容かこれ。うわーめっちゃいい許容ねこれ今の相手の。これ守れると思う？でも守んなきゃ勝てないんですよね。だからまあ守る努力はするよね。余裕で守れそうだ。でも攻めなきゃ俺も勝てねえかな。それで手札を整えてんだ今の間に。勘弁してほしいよな俺。嘘みてえな行列か。やべ終わったくせえか。おもんなくね。さあ君は何のデッキでしょうか。よろしくの。ブラスターだったらなあ、まあちょっと嬉しいけどね。あこれはねマザニク工場のヤナアメザップっていう、まあちょっと変わったね、変わった変なデッキが流行ってんすよね。まあマーンがいるかもね。ママーントリトンの可能性があります。ボンバーだけやめとし。よし、いやーこれスキル使わない方がいいかな。最悪。ヤザップチンパンですやん。
まあ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 、たまたま事故んねえかな。おい、え、おっつ、一丁ずペッカとかはねないんですよ。おー、うまい。何を引っ張んだこれ。いやー、結構いいダメ入ったな。俺耐えたいな正直。ついぞ、あるぞ。いやー、まあ、あれ強いよな、後ろから。俺も後ろから行こう。うわー、えらい。一応フランケンで、あー、やっぱママいるっすよね。絶対負けたと思ったよね、俺も。いやー、ラッキー、怖すぎという枯渇です。いや、マジギリギリすぎるんですけど、まあなんか、まあ、ザップとかね、ほんと矢波とかウッドとかないデッキを引けばめっちゃ簡単に勝てるんで、はい、まあ、ウッド系でも逆にね、頑張って勝てるっていう、ほんとなんか極めたらね、幅広く対応できる枯渇だと思いますんで、ちょっと皆さんもね、ぜひやってみてください。チャンネル動画もおっしゃっすおっしゃったね。